こんにちは。ですね、バグだったみたいです。バージョンを最新のものにアップデートしたら川が流れるようになりました。だとさ、よかったの。なんか一個身をどっかに置くなくしてしまったので、全部取り直しからいきましょう。でもまあ考え方は合ってたよね。バグでしたよ。だから、あそこがはまらないのやっぱおかしいもんね。そういう難易度の上げ方はしないと思ってるから、バグでよかった。いや、エピックのゲームを Steam のクライアントから起動してたから、エピックから起動してたら自動アップデート入ってたんだね。ってことは僕が悪かった。ちゃんとエピックから起動するべき。でもスクリーンショット撮れるのもこれだと便利じゃんね。さあこれで、あ、ちょっとずれてんの。使った方が安全かな。ブロックの配置はもう合ってるんよ。だからブロックを崩したくないから、ちょっと長いけど階段で行きます。うえいた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 。よし、やっとだ、やっとだ。なんてこった。オーケと入るべきか。その下は？下のフロア？でも下からこう登ってきてるルートが繰り返されてるんだよな。どこに出口が。
れ出た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 。おお。虹色。虹色でもないな。青と紫。ここに持ってくるんじゃんね。おお、全然まだ最後じゃなかったね。まだもうちょっと続くんじゃな。さて、木がどこかにあるはずなんだが。あそこにありそうだね。一つなので、こう、身が一つで、これをどこに持ってきますか？これをどこに持ってきますか？水はどこに流れますか？水はかなり向こうに行ってるね。こう来てて、ここわからんけど、なんかそこ使えそうな気がする。さらに行って。ここまで来て、ああ木がある。オーケー。でも青が増えるだけなんやな、これ。水をどこに持っていくかが分かってないか。水をどこに持ってきたい？水の行方。やべ、落ちちゃった。その辺から流れ変えるのかな。とりあえずこの辺から変えてみて、なんか起きるといいね。あっちに流れた。ずーっとこの水の通路を行っていく感じかな。ここ怪しいけど、ここ怪しいんですよね。これまっすぐ真ん中に行ったらなんかありそうな気もするけど。こっち行ってみましょう。こっちに行くと木があった。うせやろ、ちょいずれや、ちょいずれだ、ここでちょいずれだ。どこに戻る？最初の木のところ、少しだけ左に寄らせてあげる。この微調整が入るんだったらグリッドで置かせてほしいよね。こうで実が1個、あれここじゃないか、そのさらに上か。実が1個取れるんだけど、いや、すぐ行きますか。あ、違うな、まっすぐもうないな。まっすぐではなくてすぐ曲がるだ。木から曲がって、多分ね、多分こんなことを繰り返すんでしょう。このゲームはループが出てきているから、ループでできてるゲームだから、こう来てこう来てこう来ると、多分また木か何かが生えて一周するんじゃないの。あるね。でまた曲げて、そろそろぐるっと回る、回ってきてるかもしれない。これ真ん中に置き、
周しちゃった。一周したが、それではいかんだろう。目的がわかんないよ。目的がわかんないよ。あ、あった、あそこにある。あそこに水車っぽいものあるね。あれはどこから行ける？見えない。先が見えない。階段は登らないでしょ。ここの、ここの上なのね。これか。あの向こう側から落としてくる、こっち側から水が落ちてくるといいから、やっぱ真ん中に落としちゃいいんだな。こっちから真ん中に落としちゃいいんだ。あそこだ。あそこの水を下に落としてくる感じ。この辺に、これを真ん中に、こうかな。これでどうでしょう。入ったね。何の音？で光が入って、なんだなんだ、なんか各地にこう光が通ってたみたいですね。全然見えなかった。これで実がなったよ。どこ？この下かな。これ持って下へ。うわ、落とした。あれ落としたらやり直しなんだよ。あ、あった、やった。ここ登れないから、また落ちてくるか。ここじゃない。この1個下ぐらいあった。 OK 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 グッド。どんどんカラフルになってるよね。カラフルになってない方がいいよね。でもあの淡いグラデーションのあった方が僕は好きだ。
ないの？あれ？もうこれ無限入ってない？落としちゃった。無限入ってれませんが。あ、違う。出た。結構今日のところに出てきましたね。この台しかないような場所。もう6面を越えてここに来たからどうなる？どうなる？どうなる？ビル？ビルができた。カラービルができた。水が流れ、木の実はない。お。ここも無限なんだ。ああ、いいよ。ありだな。キューブの映画のキューブの外壁みたい。ここ入る？入るんだ。入るたんびにちょっと違うところに来てますよね。なんかそれぞれのあの辺にワープしてるっぽいよね。ほら、あれ、じゃあこれはなんか、あ、でも遠ざかってるね。遠くには来てる。何もなくなった。消えた。もうループした。あ、なんか来た。ループ専門な。何？何？操作はできるけど。ターゲート入ってた。おお、いいよ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 。ありがたいね、こういうところに来させてくれて。おお、おお、おお。素晴らしいね。もう操作は効かない。万華鏡の中だ。なんかこの終わり方はさ、あのブロークンリアリティのエンディングもこんなんでしたよね。無限の空間をさまようっていう。綺麗だね。なんかこういうと、この空間でもいいよね、やるんだったら。この空間をさまよっててもいいよ。これ動画の方でちゃんと撮れてるのかな。すっごい綺麗なんだけど、すっごい綺麗なんだけどさ、動画でカクついてたりしたら嫌だね。
超滑らかに動いてるんですよ。おお、すごい。いやー、すごい。あー、すごい。あー、怖い怖い。なんか中心が、あ、中心がずれていく。どうなった？どうなってるな、これ。なんだこれ。物質ですよ、物質。花粉みたい、花粉を拡大したやつみたい。コンペイトーみたいになってますよ。いいよね。いやー、 CG すごいね。今のゲームすごいよね。これだもん。今の時代のゲームはこれをやるから一番面白いよね今。かお、4次元キューブ。ハイパーキューブ。はあ。終わっちゃったのか。終わった。マニフォルトガーデン。なるほど、以上です。でも世界観はその群抜にいいよね。もうこれを、このゲームを待ってたっていう人はやったら絶対あの心が満たされる。エッシャーの絵にインスパイアを受けたっていうふうに作者は言ってたんですけど、エッシャー感があるのかっていうとちょっとエッシャーとも違うのかな。エッシャーよりももっとだだっ広い空間、騙すというよりもなんか虚無感の方が大きいですね、僕の感じだと。だだっ広い無機質な空間で、しかも音が反響する、無限に反響するような空間の中で、目的地を探してさまよってるのが気持ちがいいよね。歩いてたりするだけで気持ちが良かった。遠い距離だったら落下すればいいし。最後に、パズルは、まあ、その途中でも言ったんですけど、パズルの難易度としてはそんなに高くはないし、あ、そうだね、惜しいなと思ったのは、その、あの広い空間をもっと活用するような大規模なパズルがたくさんあってもよかったかな。結局手のひらサイズのキューブをこっちからあっちに運ぶっていうことをずっとやってただけだったので、あのテトリスブロックみたいな、ああいう巨大なもので足場を作るっていうのがすごく良かったから、なんかあの方向性、あとあれかな、あの水を使って川を渡るっていう、川が無限に流れるから下に落とした水が上から流れてくるみたいな、あの辺のダイナミックさはやってて、やっぱこのゲームにしかできないような演出だと思ったので、ああいうステージが増えたら嬉しいのかなというふうに思いました。その部屋の中のパズルは部屋の中のパズルで、部屋の外のパズルはもっともっと大規模でも良かったかな。だから生えてる木を探して、ゴールのスイッチを探してっていうのが、なんかもっとできるような気もするなとも思いました。なんでパズル面でガチガチに難しいパズルをっていうようなゲームではないですね。多分誰でも解ける、あの方向酔いしなければ大丈夫。そうですね、 3D 酔いする人にはこのゲームおすすめできないですね。残念だね。 FPS 酔いする人、残念ですね。これでエンドロールも終わったけど、クリックすればいいのかな。お、なるほど、このまま終わりそう。
し入れ OK OK。 これ最初のステージですね。マイホールドガーデンでした。これで多分最後のところからになっちゃうから、セーブデータをね、あーセーブデータ変えられるか。セーブでセーブする場所変え、いやセーブする場所って変えらんないんじゃなかったかな。これどっからなんだ、あこっからなんだって。セーブゲームでほら、あそうだよね、スロットは固定になっちゃうから、あのステージに戻りたいみたいなことができないんだ。あーなるほどなるほど OK、ではマギフォールドガーデンでした。